いや怖え。はい、こんにちは、ピカです。今日ね、このジャガー XJR9 やっていきたいと思います。88年にル・マンで優勝したマシンですね。なんとね、5大体制っていうね、すごいよね。もうね、フロントのこの抜き方とか、このフロントウィングとかね、かっこいいよね。まあ特徴的なね、この出してあるリアカウルっていうの、リアフェンダーっていうのかな。いやー、これで今日はね、ちょっとヌル走っていきたいと思います。さあ行くぞ。はい、ヌルをね、このコールレスポンスなジャガーのね、グループ C カーで行ってみたいと思います。もうめっちゃシフトが決まるよこれ。エンジン特性大事だよ。めっちゃシフト決まるって言いながら、行ったそばからシフトミスっていう。大丈夫か俺。いやめっちゃいいよ。ちょっとね、単位があんだ。トルクがやばい。単位があんだ。思ったより単位があんだ。つまり思ったより速度が出ちゃってるってこと。よしよしよし。急っか。いいのか。はいえ。もう入っちゃうんだ。ちょっとギアが分かんねえな。ちょっと手が疲れる。これは手首を痛めるパターンだな。いやーすげえな、こそこ入っちゃうのか。うわーすげえ曲がってくる。アンダーだな、ちょっと。いやー、ここも5入るのか。エンジンがすげえいいわ。月がさ、足に対する月がすごいいいから、すごいなこの再現性は。うちだったな。いや怖え。シフトミスった。見えないからね。いや気持ちいい、マジで。何これ。世界が壊れた。やべえなこのトルクは。
世界に手袋しないとダメだ。間違えた。はみ出ちゃう、はみ出ちゃう、はみ出ちゃう、はみ出ちゃう。あれ意味がなかったな今。たまになんかねギアがおかしいんだよね。ダウンホースだ。いやここはいいね。すげえ N エンジンとの。できるだろう。いや危ねえ。あギアが抜けた。死んじゃうよ。よいしょ。あー何やってる。何キロ出る？はい、いえ。300？ まあ吹き切っちゃうな、ちょっとな。ギアヒちょっと上進めてないな。まあいいでしょう。あ、ギリギリじゃん。噛んで、マジでいけ。うわ早いな。7分19秒。おお、はい、疲れた。すごいねこれね。すごいいいわ。ハンドル、これ丸い、ここ丸いじゃん。ここ丸くないじゃん。ここ丸いかと思っちゃった。はい、いかがだったでしょうかね。いやーこれほんとね、この車俺超いいわ。好きですね。はい、またねこういうのやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。